皆さんこんにちは。週末28日に日銀の金融政策決定会合の結果発表と植田新総裁の会見が予定されております。それではまず会見の前回の就任後の会見の内容から見ていきたいと思います。植田総裁の就任会見での発言ということでいくつか載せておりますけれども、ピックアップすれば現行の YCC イールドカーブコントロールの継続が適当と、あとは現状日本では金利を大幅に上げる状況ではない、マイナス金利政策現在の緩和政策のベースになっている、マイナス金利政策継続するのが適当という発言をしておりまして、黒田前総裁の政策を踏襲するというような見方がされておりました。その後、約1ヶ月弱後、先週の発言になるんですけれども、現行の YCC による金融緩和継続が適当と考えているということ、消費者物価前年比は今年後半にかけて 2% を下回っていくと予想している。今金融引き締めに転じると年後半物価が下がっていく局面で、さらに下押し圧力有識事態になるというような発言をしておりまして、これらの発言を受けまして、今回の政策発表は現状維持がコンセンサスであろうと、コンセンサスというような見方が広がっております。就任直後にはイールドカーブコントロールの修正を、初めて その会合、今回の会合でですね、修正に動くんではないかというような見方も結構多くありましたけれども、一連の発言を受けて現状維持というのがほぼほぼの見方となっております。今後のスケジュールと予想なんですけれども、今回27から28日の今回の会合、就任最初の会合になるわけですけれども、政策の現状維持、黒田総裁の前総裁の政策を維持するというのがコンセンサスで予想されているところでもあります。ただその後ですけれども、次回の6月ですねの会合では、イールドカーブコントロールの変動幅を拡大、さらにその次の7月の会合ではイールドカーブコントロールの撤廃をするんではないかというふうに予想されるところなんですけれども、特に今の米国の金融システム不安、これが3月にありましたけれども、それ以降の米国の金利が低下しているということ、それに伴いまして日米の金利差が縮小していると。ただ日本も金利が低下しているということもありまして、日銀が国債買い入れを増やさなくてもいいような状況に今なっているというような状況でありますので、さらに急ぐ必要もないというような見方もあります。ただ、先週の補選がありましたけれども、一部では6月から7月の夏前に解散総選挙に動くんではないかというような見方も今出てきておりまして、政治リスクからちょっと動きにくいというような見方も出てきております。そのため、もし6月とか7月に解散総選挙というような動きになるようであれば、この6月7月のそのイールドコントロールの拡大あるいは撤廃というのは秋口にずれるんではないかという可能性も考えております。9月10月頃に撤廃の可能性というのが予想しているところであります。そして本日のポイントですけれども、1番目、政策の現状維持がコンセンサスということであります。これは一連の発言からそうだろうというふうな見方が今かなり強まって、もし現状維持ということになれば、当然動きとしては円売りの方向にですね、動く可能性というのが十分考えられると。ただ一部ではそれ以降のですね、次回政策の修正期待が依然としてあるということで、やや上値は限定的になる可能性というのも考えられます。さらに米国の
金融システム不安というのがまた再燃しているということ、それに加えて米国の債務不履行リスクというのも今浮上してきておりますので、一歩方向にドルが強くなるという可能性もちょっと考えにくいということもあります。今現状133円台で動いてますけれども、134円台までいってもちょっと上値が重くなる可能性があるんではないかなというふうに見ております。一方で可能性は少ないっていうことなんですけれども、もし今回 YCC、イールドカーブコントロールの修正に踏み切るという場合には予想が少ないということもありまして、結構大きなサプライズになる可能性があると。その際には円が買われる可能性が十分あるということですね。そうすると大きな下げと、ドル円で言えば大きな下げになる可能性もあります。今現状133円台ですけれども、130円台から130円割れというのも意識されてくる可能性も十分考えられます。可能性は非常に少ないとは思いますけれども、そのような予想が出ております。そして2番目のポイントですけれども、植田新総裁の初めての記者会見ということになります。当然のことながら記者からの質問、現状維持っていうのはいつまでかと、あるいは修正いつするのかと、あるいは利上げはいつ頃かというような質問が結構来る可能性が考えられます。会見に慣れていればさらっと、黒田総裁みたいにですね、こなすこともできるかもしれないんですけれども、特にアメリカの FRB 議長ですね、前 FRB 議長のイエレンさん、この方の初めての会見の時にはそのような記者の質問でポロッとこう言ってしまったということもあって、為替が過敏に反応したというケースも見られておりました。そのため新総裁の発言というのは非常にちょっと注目しております。時期とか季節いつ頃というような発言が出るとマーケットが敏感に反応する可能性もあるのではないかというふうに見ております。でその発言の受け止め方というのがマーケットがどのように受け止めるのかというのが一つ注目されるところではあるのではないかというふうに考えております。そして最後に金利先物市場における金利の予想値というのが、これ昨日現在の数値を表にしております。今回の政策発表4月の28日ですけれども、 0.1% の利上げの回数が 0.058、ほとんどないということですよね。12月を見ても 0.1% の利上げ予想が 0.686 と6回ということで1回もないということで、今マーケットでは年内の利上げはないというふうに見ているというふうに金利の市場では見られております。今回は以上になります。